聞くぞ。はい、皆さんこんにちは、タートルです。食後に出てしまうお腹、腹筋やプランクやってるけど引っ込まない、実はタイミングが関係してあるかもしれません。腹筋メニューを行うタイミングのベストは午後です。午後でも夜がおすすめです。なぜかというと、腹筋メニューといえば上体を起こす、足を上げる、プランクのようにキープする、これは腹筋を効かせるために上体や足の筋肉を使って腹筋を効かしてます。交感神経が働いている日中は腹筋じゃないところに力が入りやすく、腹筋の負荷が逃げてしまいやすい。逆に夜を行うことによって副交感神経が働いているので、お腹以外の部位に力が入りにくい、その分お腹に力が入る、ベストなタイミングなんです。夜はストレッチと思っとったあなた、夜は腹筋メニューなんです。今回は20秒のメニューを5種目行っていきます。今日も一歩前進しましょう。まずは上を向いた状態で足を曲げます。このまま上半身を起こしたら足を伸ばす、戻ったら足を伸ばす、これを20秒間続けていきます。今回のメニューはどれも息を長く吐いてください。息を止めると効果半減です。いきましょう、スタート。長く吐いて、転がって起き上がったら足を伸ばす、だんだんと腹筋メニューが辛くなります。はい、 OK。 今度は上体を起こして足も手も動かします。20秒いきましょう、スタート。手も足も動かすことで腹筋を何回も行っているような状態が作れます。20秒ですが、実質ね、腹筋50回ぐらいやってる感じです。うわー、効く。よし、 OK。 ガー、2セット目からして効いてる。膝90度、上体を起こす、ここで手を動かす、そうすることで何回も腹筋運動している状態が作れます。いきましょう、スタート。こういう感じでクッ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 とね、腹筋を使いましょう。キジガキギャー、なんてきつい20秒なんだ。今度は足を伸ばして開いて万歳、手は後ろ、20秒いきましょう、あと少しです。いきます、スタート。これでキープ、手はできるだけね後ろ、頑張って、お腹どんどん引っ込めて、うわーきつい、ぐわー効いてる、手足の力がね入りにくい、夜がおすすめ。オッケー、きたー、効く。ラストはお尻を上げて上体起こして、このまま足を引き寄せる、お腹をとにかく締めたままいきましょう、スタート。しっかり腹筋締めて、足にね近づくぐらいの感じ、グッと、お尻っていうより腰がついてる感じです。 OK、 引いた。ラストおまけ、プランクの状態から体を持ち上げて腰を丸める、これを早くクッ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 と20秒間いきましょう。ラストいきます、スタート。とにかく早く腹筋を早く使って、腹筋使って、うわー、効く、ぐわー、いってー。お疲れ様でした。おまけを合わせて6種目、1個ずつのメニューが必
回数だったり時間が長すぎるとお腹を長持ちさせようっていう意識になってしまうんで、20秒とか5回とかそういった感じがおすすめです。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。